カツオアオニを咲かせレベル10。磯の一家が大集合。この中にカツオアオニがいるよ。でも髪の色が違うから分かりやすいかな。正解はここ。これはまだ分かりやすかったかな。人でアオニを咲かせレベル100。3つ尖ったのやら4つ尖ったのあるから分かりにくいね。5つ尖ってるのはどこかな。正解はここ。形が似てると一気に難しくなるね。ベジータアオニを探せレベル150。ブルーのやつやハゲてるやつが邪魔くさくて探しにくいかな。正解はここ。ハゲてるやつはどうやってハゲたんだろうね。ヘディングのしすぎかな。ガンタンクアオニを探せレベル1。壊れてしまったガンタンクアオニの中にちゃんとしたガンタンクアオニがいるよ。どこかわかったかな。正解はここ。後半でいきなりレベル1。最初にレベル1は出せよ。ヌルヌルアオニを探せレベル99。特徴があまりないから見つけにくいかな。よく探してね。正解はここ。ちなみにツルツルアオニもいるよ。よかったらまた後で探してみてね。スーパーサイヤ人アオニを探せレベル50。アオのやつやハゲたやつやハゲたスーパーサイヤ人アオニもいるから分かりにくいかな。正解はここ。これベジータアオニの時とほぼ一緒の絵じゃねえかよ。使い回すなよ。楽してんじゃねえよ。うんちを探せレベル1。うんちの形に似たメタルスライムの中にうんちがあるよ。でも色が違うから分かりやすいかな。正解はここ。こんだけメタルスライムがいたら何体のキングメタルスライムになるのかな。うんちを探せレベル10。チョコ味のソフトクリームの中にうんち味のうんちがあるよ。どこか分かるかな。正解はここ。このソフトクリームも実はうんち味だよ。1つ300円もするよ。うんちを探せレベル20。たくさんの牛の中に牛のうんちがあるよ。色が似てるから分かりにくいかな。正解はここ。牛のうんちは大きいから武器にもなるよ。うんちを探せレベル30。みんなうんちをしようとしてるけどもおならばかりだよ。うんちをしてるのが一人だけいるけどどこかわかるかな。正解はここ。うんちがちっちゃくてわかりにくかったかな。うんちを探せレベル100。いろんな色のうんちがあるけども茶色のうんちはどこにあるかわかるかな。色がごちゃごちゃしててちょっとわかりにくいかな。正解はここ。みんなは何色のうんちを出したことがあるかな。ウォシュレットアオニを探せレベル1。トイレからウォシュレットが噴射しまくってるね。この中にウォシュレットアオニがいるよ。すぐにわかったかな。正解はここ。ウォシュレットアオニはお尻をペロペロ舐めながら綺麗にしてくれるよ。プリキュアアオニを探せレベル1。妖精アオニがいっぱいいる中にプリキュアアオニがいるよ。すぐにわかったかな。正解はここ。こう見ると意外と可愛いプリキュアアオニ。 YouTube のマークアオニを探せレベル1。普通の再生ボタンや逆バージョンのアオニもいるね。この中からどこかわかったかな。正解はここ。このボタン押したら食べられるから注意だね。ミュウツーアオニを探せレベル2。至る所にミュウがいるよ。この中にミュウツーがいるんだけどどこかわかったかな。正解はここ。アオニがミュウツーになるなんて最強のポケモンだね。ニーハイアオニを探せレベル3。くるぶしソックスアオニやルーズソックスアオニがうじゃうじゃいるよ。この中から探せたかな。正解はここ。ニーハイはすんごい臭いから匂いには注意。相手を食べるんじゃなくて自分を食べるアオニを探せレベル10。相手を食べるアオニが食べまくってるね。そんな中に自分を食べてるのがいるよ。どこかわかったかな。正解はここ。自分を食べてもまたそこから再生するから食べ物に困らないね。でも自分ってまずいんだって。しんちゃんを探せレベル10。
友達たちがうじゃうじゃいる中にしんちゃんがいるよ。どこかわかるかな？正解はここ。ごちゃごちゃしててわかりにくかったかな。ぼーちゃんを探せ、レベル30。鼻水が止まったぼーちゃんの中にいつも通り鼻を垂らしているぼーちゃんがいるよ。どこかわかったかな？正解はここ。病院行ったら鼻水が止まったみたいだよ。なんと鼻水が出まくっているぼーちゃんもいるから、よかったら探してみてね。ねねちゃんを探せ、レベル1。いつものぬいぐるみの中にねねちゃんがいるよ。色が違うからわかりやすいかな。正解はここ。1日50回はぬいぐるみを叩くよ。こいつを探せ、レベル11。カツラをかぶってふさふさの中にハゲたままのやつがいるよ。どこかわかるかな。正解はここ。実はこれ坊主じゃなくてこの年でハゲてるよ。風間を探せ、レベル50。ハゲた風間の中にふさふさの風間がいるよ。紛らわしいザビエル風間もいるから気をつけてね。小さいからちょっとわかりにくいかな。正解はここ。これはさすがに難しすぎたかな。しんちゃんを探せ、レベル100。モデルみたいに身長が伸びたしんちゃんの中に普通のしんちゃんがいるよ。どこかわかるかな。正解はここ。身長は伸びたけど顔はブスだからモデルにはなれないよ。任天堂スイッチ青鬼を探せ、レベル1。任天堂 3DS 青鬼とゲームボーイ青鬼の中に任天堂スイッチ青鬼がいるよ。色が違うからどこかわかったかな。正解はここ。スイッチと違ってお店にすごく売れ残っているよ。ジャイアン青鬼を探せ、レベル1。ジャイアンツ青鬼がうじゃうじゃいる中にジャイアン青鬼がいるよ。口の色で分かっちゃったかな。正解はここ。ジャイアンは将来ジャイアンツの4番になるよ。嘘だよ。ハゲたハゲマル青鬼を探せ、レベル10。普通の青鬼の中にハゲた青鬼がいるよ。ハゲしか違いがないから分かりにくいかな。ハゲはここ。カツラをかぶりたいけど頭がでかすぎてサイズがないよ。船青鬼を探せ、レベル10。サザエさんの船青鬼がうじゃうじゃいるね。この中にいるけどわかるかな。正解はここ。将来はクローン人間の高齢化社会だね。ミニオン青鬼を探せ、レベル100。ミニオン青鬼がうじゃうじゃいるけども目が2つの身長が高いミニオン青鬼はどこかわかるかな。正解はここ。バナナじゃなくてブルーベリーが好きだよ。信号機青鬼を探せ、レベル893。普通の信号機がうじゃうじゃの中に信号機青鬼がいるよ。色の違いがそこまでないから分かりにくいかな。正解はここ。信号機青鬼の場合は青でも止まれだから要注意だよ。うんちがっつり漏れ太郎を探せ、レベル1。丸坊主の男の子の中にうんちがっつり漏れ太郎がいるよ。どこかわかるかな。正解はここ。レベル1だからまだ簡単だったかな。うんちがっつり漏れ太郎を探せ、レベル2。お父さんもお母さんもうんちをがっつり漏らしてるよ。この中に漏れ太郎がいるよ。どこかわかるかな。正解はここ。家族みんなうんちを漏らすよ。ペットも犬もうんちを漏らすよ。うんちがっつり漏れ太郎を探せ、レベル3。うんちがっつり漏れ太郎がたくさん漏らしてるね。この中でビチビチうんこを漏らしている漏れ太郎がいるよ。やわいうんちを漏らしてる漏れ太郎はどこかわかるかな。正解はここ。ビチビチうんこだね。中には血を出してる漏れ太郎もいるからよかったら探してみてね。うんちがっつり漏れ太郎を探せ、レベル4。うんちがっつり漏れ太郎がいろんなものを漏らしてるよ。おならだったりソフトクリームだったりお父さんだったり、この中でうんちを漏らしている漏れ太郎どれかわかるかな。正解はここ。またまた血を漏らしている漏れ太郎がいるよ。漏れ太郎って実は字だったんだね。うんちがっつり漏れ太郎を探せ、レベル5。
血を出しているモレ太郎がうじゃうじゃいるよ。この中にうんち漏らしているモレ太郎、どこかわかるかな。ごちゃごちゃしててわかりにくいね。正解はここ。これはちょっとわかりにくかったかな。タケノコ青鬼を探せレベル1。キノコ青鬼がうじゃうじゃいる中にタケノコ青鬼がいるよ、どこかわかるかな。正解はここ。大豆三四郎はキノコの山よりタケノコの里のが好きだよ。食べれる青鬼を探せレベル1。普通の青鬼の中に食べられちゃってる青鬼がいるよ、どこかわかるかな。正解はここ。食べれるけど味は歯磨き粉みたいな味がするよ。美少女青鬼を探せレベル1。おばちゃん青鬼の中に美少女青鬼がいるよ、色が違うからわかりやすいかな。正解はここ。美少女青鬼になら食べられてもいいよね。おしり探偵青鬼を探せレベル1。ケツだけ成人青鬼の中におしり探偵青鬼がいるよ、これまた色が違うからわかりやすいかな。正解はここ。みんなおしり大好きだよね。おしりのヒーローでも作ろうかな。丸尾青鬼を探せレベル1。ちびまる子ちゃんの丸尾青鬼の中に丸尾青鬼がいるよ、どこかわかるかな。色がごちゃごちゃしててわかりにくいよね。正解はここ。さすがにこれは難しかったかな。逆さま青鬼を探せレベル1。お腹と背中が逆さまについている逆さま青鬼、お尻が前にあるのが特徴だよ。それだけの違いじゃ探しにくいかな。正解はここ。お尻が前だからトイレするときすごく大変だよ。しんちゃんを探せレベル1。アクション仮面の格好をしたしんちゃんの中に普通のしんちゃんがいるよ、まだレベル1だからわかりやすいかな。正解はここ。パンツ一丁のしんちゃんもいるからよかったら後で探してみてね。しんちゃんを探せレベル10。ハゲたしんちゃんの中に普通のしんちゃんがいるよ、髪の毛自分でむしってハゲたのかな。さあどこかわかったかな。正解はここ。またまたパンツ一丁のしんちゃんもいるよ、よかったら後で探してみてね。しんちゃんを探せレベル100。ケツアゴしんちゃんの中に普通のしゃくれたしんちゃんがいるよ、どこかわかるかな。顎が似てるからわかりにくいかな。正解はここ。しゃくれてるし眉毛も2本あるね。アクション仮面を探せレベル1000。いろんな色のアクション仮面がいるね。正しい色のアクション仮面がどこにいるかわかるかな。汚い色のアクション仮面もいるね。さあ正解はここ。汚い色になると変態に見えてくるね。しんちゃんを探せレベル10000。顎がなくなったしんちゃんがいっぱい、そんな中普通のしゃくれたしんちゃんどこにいるかわかるかな。正解はここ。ほぼ一緒だからこれはさすがにわかりにくかったんじゃないの。ミニオン青鬼を探せレベル10。目がたくさんの青鬼がいっぱい、その中にミニオン青鬼がいるよ、どこかわかったかな。正解はここ。目の大きさが違うから簡単だったかな。黒青鬼を探せレベル10。いろんな色の青鬼がうじゃうじゃ、灰色もいるからよくわかりにくいね。正解はここ。別名黒曜石青鬼とも言われてるよ。ダイヤのツルハシで倒してね。エロ青鬼を探せレベル10。エロくないババア青鬼の中にエロ青鬼がいるよ、どこかわかったかな。正解はここ。パツキンが目立ってわかりやすかったかな。うんこを持っている青鬼を探せレベル10。チンコを持っている青鬼の中にうんこを持っている青鬼がいるよ、どこかわかったかな。正解はここ。チンコもうんこもみんな大好きだよね。サンシャイン青鬼を探せレベル10。ブルゾンチエミ青鬼の中にサンシャイン青鬼がいるよ、どこかわかったかな。正解はここ。見つけれたかな。テレビの中でも見つけれるかな。エロ青鬼を探せレベル10。エロくないババア青鬼の中にエロ青鬼がいるよ、どこかわかったかな。正解はここ。これさっきやったよ。
リカちゃん、アオニを探せ、レベル10。チャイコ、アオニがうじゃうじゃいるよ。その中にリカちゃん、アオニいるけどわかるかな？正解はここ。チャイコ、アオニに比べたらリカちゃん、アオニは可愛いね。チャッチャッチャ、チャッチャッチャ、チャッ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 チャ、チャンネル登録よろしく。